こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラはライカの M3、M4 と並んで非常にポピュラーなレンジファインダーフィルムカメラボディとなっております、ライカ M2 ですね。はい、こちらライカ M2 になっております。はい、ご覧いただいている通りですね、ライカ M2 シリアルが1132922となっております。はい、M3、M4 も非常に人気が高いですけれども、この M2 もですね、とても人気が高いモデルとなっておりますね。有名な写真家さんとしては木村伊兵衛がですね、こちらの M2 を愛用されていたということですね。ライカ M3 の廉価版というような位置づけというふうに言われていますけれども、全く遜色なくてですね、はい、一番の特徴としてはライカ M3 と、同様のこの正確性と使い勝手、非常に使いやすさを持ちながら、ブライトフレームがですね、35ミリのですね、35ミリレンズ用のブライトフレームを搭載しているんですね。ですんで、M3 にはなかった35ミリのブライトフレームですので、ライカ M3 じゃなくて M2 ですね。はい、35ミリ広角系を使いたい人に、この M2 ですね、はい、非常におすすめのボディだったわけなんですね。はい、ということでライカ M3 と並んで大変人気のライカ M2 になっております。ぜひお早めにチェックしてみてくださいませ。はい、では外観から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、今回もとても綺麗な個体が入っておりまして、こういうトップカバーのすれ傷当たりへこみなどは見られない状態ですね。はい、してて言えばここにちょっとだけちっちゃなこうへこみが見られる程度で、はい、もうこのぐらいですね。あとはすごく綺麗な状態です。ご覧いただいている通りですね、こういうぶつけたりとかしやすい部分もすごく綺麗ですね。はい、こういうストラップの跡とか、アイレットの削れなども見られない状態です。はい、あとは、セルフタイマーのこのトップにですね、こう突起部分にちょっとこのメッキのすれが見られるぐらいですかね。動画だとほとんどわからないと思いますけれども、はい、ご覧いただければと思います。チェックしていただければと思います。フレームセレクターのこう同じような部分もここはすごく綺麗ですね。でフロントに、すれ摩耗など見られないですね。底蓋も綺麗ですね。細かいすれもほとんど見られずに大変綺麗な状態です。地面に置いてガリガリってやったりとかですね、落下して当たったりなどの跡は全く見られないです。三脚の跡もないですね。はい、大変綺麗です。針側も綺麗ですね。こういう剥がれたり欠けたりしやすい部分もしっかりと残ってまして、これしっかりとオリジナルのグッドペリカだと思うんですけれども、手にしっかりとこう馴染む状態をキープしております。ひび割れたりとか浮いてパクパクしたりもしてないですね。大変綺麗な状態ですね。はい、続いてファインダーですけれども、フロントから見てもですね、曇りカビとかバルサム切れなどは見当たらない状態です。はい、ご覧いただいている通りですね、接眼部から見てももちろん曇りカビバルサム切れなど見えずにすっきりとクリアな状態のファインダーとなっております。はい、ブライトフレームもちろんこのフレームセレクターとレンズの種類の脱着によってしっかりと可変しておりまして、薄くなったりかすれたり見にくくなったりなど全くしていないですね。ピントの二重像も縦ずれなくくっきりはっきりコントラスト強く出ておりまして、ピント合わせ、フレーミングともに難のないファインダーをキープしております。はい、バックドアの塗装も綺麗ですね。はい、ではシャッターをチェックしていこうと思います。はい、シャッターは低速の1分の1秒から見ていきましょう。はい、これ1分の1秒ですね。はい、綺麗ですね。しっかりと、はい、刻んでおります。はい、次が2分の1秒ですね。2分の1秒もしっかり切れてます。ご覧いただいている通りですね、しっかり刻んでおります。次が4分の1秒になりますね。はい、いいですね。はい、低速に粘りとかないのが全くお分かりかけると思います。
幕の遅れとかもないですね。はい、では中速の125分の1秒見ていきましょう。はい、シャッター音も変わってこちらもしっかりついているのがお分かりいただけます。この巻き上げもですね、非常に滑らかで、はい、非常にいい感触で巻き上げております。はい、この戻りがある方にこの感触がガリガリしたりとかですね、いう感触の悪さは全く感じないです。はい、セルフタイマーもチェックしていきますね。このレバーをグッと下まで下げていただいて、このスイッチでスタートいたします。ご覧いただいている通り、しっかり途中で弱くなったりしないで動いてますね。はい、ここでシャッター切れて最後までしっかり動作しております。底蓋を外していきます。はい、はい、底蓋外してもですね、金属の色、サビ、汚れとかないですね。でもってこの個体ですけれども、このご覧の通りラピッドスプールが、搭載されております。取り付けられておりますね。はい、ラビットスプールといって、M4 とか M6 と同じようにですね、すごくフィルムの装填がしやすいスプールになっております。はい、レールのサビとか、膜の劣化などもなく非常に綺麗な状態ですね。じゃあここで、はい、1000分の1秒高速シャッターをチェックしていきます。はい、1000分の1秒も一瞬ですけども、しっかり開いているのがお分かりいただけます。はい、シャッター膜も綺麗ですね。はい、底蓋も、はい、緩すぎたりきつすぎたりせずにしっくりと閉まっております。はい、ということでシャッターも低速から高速までしっかり動作しておりますね。付属品がこちらのボディキャップになっております。はい、ということで、はい、ライカのライカを代表するですね、ライカ M3、M4 と並んで大変人気の、はい、ポピュラーなレンジファインダーフィルムカメラボディライカ M2 になっております。はい、もちろんこのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために、全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、非常に人気のライカ M2 ですね、外観備品で内部の動作も全く問題なく会長の答えとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。